音楽キッチン。キッチンがボスやったんです。体脂肪は 5%。5%。あそこからのあそこなんですよこれ。いや、ちょっと。今回僕に料理されちゃうゲストはこちらの方です。どうぞ。こんにちは。ごめんなさい、めっちゃいい匂いした。もう俺もなんかちょっとセクシーすぎて見れなかったもん。サイバージャパンダンサーズのメンバー、かなえさんとかずえさんです。モデルやプロダンサー、OL まで様々な個性を持つメンバーが集まり、それぞれの日本人離れしたルックスは大注目を浴び、最近はクラブシーンからさらに活躍の場を広げ、注目度高まりまくってるお二人です。よろしくお願いします。お願いします。かなえさんとかずえさんの人生を変えた3つの分岐点。こちら早速フリップの方をいきますよ、はい、せーの、じゃあまずはかなえさんの方からお願いします。こちら幼少期、はい、ヤンキー文化、はい、なるほど。いや絶対チャリで来てるやん、ね、チャリで来た。絶対チャリで来てるもんね。大阪の田舎の方のあの町で生まれ育ったので、はい、中学高校は本当ヤンキーの町で育ったので、うん、先輩とかもすごい結構上下関係の激しい町で、姉ちゃんがボスやったんです。何お姉ちゃんが放課後迎えに来てくれるんですけど、うん、友達こう連れて、うん、あまた来たと思って。お姉ちゃん来たの。でもお姉ちゃんの妹ってちょっと安心やった。あ確かに。そうだけどめっちゃ私がビビってましたよ。お父さんと結構いやあのキャッチボールとかをやってたので、うん、その影響で小学校1年生からソフトボールを学校じゃなくてあの始めて、あクラブチームみたいな、クラブチームみたいなところで始めて、中2ぐらいまで8年間あのソフトボールをやって、上下関係だったり礼儀とかがもう絶対だったから、それがさらに大人になってからすごい生かされてるっていうか、今の自分の性格を作ったのが結構ソフトボールがでかいのかなって。スポーツ系やってたら多分そうなりますね。礼儀正しくっていうか、なんか体育会系女子みたいな、かけるヤンキーみたいな最強みたいな。すごいやっぱかけちゃう。じゃあ次、憧れの安室奈美恵さんとモーニング娘。はい、っていうのを教えていただきたいです。小学生の低学年か中学年ぐらいの時に、安室奈美恵さん、小ギャル のルックスにすごい憧れて、厚底だったりあのミニスカートだったりちょっと小ギャルっていう道に、あのヤンキーかける小ギャルみたいな。絶対出てくる。じゃあそこから今の活動につながったのもあるかもしれない。今は本当にこうかっこいい安室奈美恵さん、そしてなんかこう、かわいいけど踊って歌えるグループ、うん、2つを結構影響されて、うん、今の自分ができてるのかなって。最後3つ目、念願の状況、はい、しかし水道ガス電気が止まるほど貧乏生活。高校時代から結構モデルの仕事とかもちっちゃい大阪の事務所に入ってやってたんですけど、うん、もっと羽ばたきたいと思って、うん、あの高校卒業してすぐトラックレンタルして、あのトラックあの家具全部積んで、でじゃあなんかその日に限って本当にもう何十年に一度ぐらいの大豪雨だった。もう前見えへんみたいな。でなんか大好きな地元を離れるっていう悲しさと、家族と離れる悲しさ、そしてなんか前が見えないこの不安、なんか全てがこうリンクして、トラックで8時間ぐらい泣きながら東京に出てきたわけです。はい、そこまでももうすでに壮絶ですね。そう、まあ、ついてから初めはやっぱモデルの仕事もそんなうまくいかず、全部止まったことありますね、水道ガス電気。えそういう時どうしたら。夏だったから、まあ、冷たいシャワーでもあの、うん、浴びたりとか。でも水止まってません。あの水止まったのは本当一瞬だけ。水止まったら死んじゃうもんな。そうそこからどうやって今の活動につなげたの。あギャル雑誌の読者モデルとかもやってて、うん、ジェリーナッツとか、そういうそこにいるあのギャルの子たちが続々とサイバージャパンダンサーズ
っていうグループに入ってクラブでかっこよく踊ってて、で今週末さなんかイベントあるんだけどクラブであのビキニナイトっていうイベントあるんだけど一人足りないから踊んないみたいなであっちあのさすがにあのビキニで踊るはいいわとか言ってたんですけど一日だけ出てくんない推しにね負けてみたいなそうそうそうあじゃあなんか一回だけなら楽しそうだしと思って出てみたんですけど1回のステージ1時間とか1時間半踊りっぱなしなんですよ、そうなんですそうなんですだからそのなんか1時間とかの時間をこうお客さんと一緒に楽しめるのがすごい楽しくてモデルだとなんかファッションショーとかだと 1,2 分とかのステージっていうところが1時間っていうそのなんかこっちの方が私楽しいと思ってそこからもう気づけば今12年ぐらい経ってすげえ。それがきっかけで活動させていただくことになりましたすごい続いて和江さんの分岐点を、はい、オーディションに落ちる日々ということではい私も10歳ぐらいの時にボアさんとかモームスがめっちゃ好きやったんですよ、うん、歌うのも好きやし踊るのも好きやからいいなって思ってたんですよ、うん、でちょっとオーディションを受けるようになったんですけど全然全部落ちて、うん、お母さんがすっごい歌が上手いんですようち、でお母さんも子供の時に歌を目指してて、うん、でもあのうまくいかなかったので風頑張ってねってずっと言ってくれてなんか娘に頑張ってほしいなみたいな、うん、私の夢を継いでもらいたいって言ってくれてたのが私の幼少期です、うん、まあじゃあ2つ目、社長からのオファーを言えしかし自信がなくお姉ちゃん の, そのサイバージャパンのステージを見に行ったんですけど、うん、そこに社長が来て、うん、あ妹いるんだみたいになって、うん、妹なんか背高いからちょっとやってみる、うん、サイバー入ってみるって言われたんですけど、自信ないしダンス経験もあんまりないし何よりこのヤンキーの姉ってもう違うよヤンキー残ってるじゃないですかそう、ね、あれ姉と一緒に仕事するのが怖すぎなのであのちょっと社長に断り続けたんです、うん、1年ぐらいずっとね、うん、断り続けてたんですけど、そのボスが姉妹っていうユニット作ったら絶対面白いよみたいな感じで、うん、諦めへんかってんね、そうそう、これも一個のチャンスだし、うん、なんかデビューのきっかけになるかなと思って OK を出させてもらったのが私の2度目の分岐点めっちゃ3つ目ぽっちゃりな自分が嫌で本気のダイエットはい、はい、私はグループの中でぽっちゃりキャラでグループがみんなめちゃくちゃ引き締まってるんで、で私結構ちょっと太りやすくてなそれもめっちゃ悩んでたんですけどもなんと今年の8月に姉妹で写真集を出させてもらったんです、はい、すごい急ななんかねえオファーが来たのが今年の1月でめっちゃダイエットして、はい、あのちょっと痩せたってみんなに言ってもらったんですちなみに体脂肪は 5% ですえぇ、どうじゃないですか違う 5% 落ちたあーびっくりしたもうさっきばっきのもう見てほしいから、はい、見させてください持ってきたんで見させていただきましたありがとうございますえ、すごい、うん、うわ、すごいちょ、なんて言えばいいんだちょ、待ってちょこれが、これが多分リアルな反応なんですよ売上にかかってくるからちゃんとあの、いいとこちゃんと伝えてくださいでもセクシーですね、やっぱりねあ、ありがとうございますどこ見て思いましたどこ見て全体的にですよねこれ、すごくないですかやばいそうなんです、あそこからのあそこなんですよ、これいや、いや違いますよ。違う違いますよ。全然そのあそこじゃないんですけど。何考えてんだよ。違う。じゃん。なんか濡れてるとこっていいですよね。あんま見ないじゃないですか。そうなんですよ。濡れ濡れでした。ちょっと。ちょっと。違う濡れ髪とかっていうちょっと待って音楽番組ですよね人生とは、はい、じゃあ美しいかけるヤンキーである
美しいがやっぱりメインなんですよ、かけるちょっとヤンキーが読んでる、確かにたまに出るこの感じ、確かに嬉しい、人生とは、はい、自信である。おー、やったー、私また、その、だから今もダイエットも成功して、なんか結局自信があれば何でもできるし人生楽しいなって今年すごい思ってたんですよ。お、すごい話を聞いてて、なんか自信が出てきて、なんかいろいろなことがチャレンジできるようになったっていうのを聞いたのが、はい、こういうことです。よかったね。リンクキラーゲーム、じゃあまさにこういうやつがいいよ。イエーイ。